なんか去年か一昨年行ったかどうかちょっと覚えてないんですけどあのなんか友達が誕生日であの運動会を開くっていうなんか恒例イベントみたいなのあるんですけど前に話したっけこういうこれし話したと思うでそれ終わってからの話もしたと思う、ねねね、そうだよねそうだよね、うん、なんか多分前回なんだろうあの千葉にあるこう廃校を を借りてこう、うん、そこで運動会するみたいなの話だったんですけど今年ももうやってたん,、ね、やったんですよね。恒例の今年も、あのー、やってまいりましたが、あのー、ちょうど週末にやったんですけどああ1月なんだねあのイベントね。いやなんか前回はちょっとこう時期をずらして、あのー、もう少し暖かい時期にやってたんですけど今回は。本来は1月なの 本来は1月ですね。そう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 。あ、そう。で、ちょうどその,その人が、なんかバンドやってて、だからこう、あの、運動会からの、あの、ライブみたいな、イベントをやってて、えー、その友達集めてみたいな。はいうん、そう。で、まあ、あの、まあ、いつも通り普通に楽しかったんですけど、綱引きとか、あの、ドジビーだったりとか、 ああともう一個あったな。なんかやったな僕もう,もう一個の種目あったなえっとあああの縄跳びなんか三種,種目で大縄跳びねあそう,そう大縄跳びのそう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 <ー>えー、でなんかみんながその単色を着てあを着て着てでそこでなんかチーム<色>そう一つのこうあの色のそう単色のあのーあーええ 格好でて完全にブルーとか完全に赤とかでそこでチームが決まるみたいなであその時にねあそう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 自分だけも決めていくのね相談しないであそう自分だけでその色を決めてからその格好で着て同じ色を着た人と組むみたいなでやってたんですけどまあそれ普通に楽しくて で、ライブの方に移って、あのー、なんかいつもライブしてる時のその前座のバンドも来て、そこでなんかアドリブ前座もやりやつ、あのー、してもらったんですけど、でその前に、あのー、なんかみんなでなんかなんだろう、ね、全部こうの備えてるようなこうレンタルスペースだったから、それギターとかドラムとかもそのおおオーディオシステムも全部があの。 備えてるどこでやったのそもそもあれが確かに赤坂っていうところあ外じゃないのねそう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 あの運動会自体もなんかあのー、普通のこうスポーツセンターみたいなその体育館みたいなのを借りて2時間で借りてみたいなそれ終わったら別のこうレンタルルーム別のところに行ってそうそうそう そうそう会場でしてないのね。してないしそう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 ,そう、うん。だったんですけど。で、なんか、あの最近、うん、まあ最近じゃないですけど、まあ、ここ1年とか、僕も、あの、カラオケ結構好きになったから、急になんか、あのその前座が入る前に、なんかみんな普通に、そのステージを使ってカラオケしてたから、あの、そのギターできる人は、ギター適当にこう、あの、みんなの歌,歌に合わせて、こう、 弾いたりとかなんいろいろこう楽しくやってたんですけど、でなんか急にこう引っ張られて、アレックスも来いみたいな、なんか,か,かなんかやろうみたいなで、そこでちょっとグループ組んで、あのー、スピッツのチェリーを歌ってたんですけど、へ<ー>そ,そっちに楽しかったんですけど、なんかあのー、ぜん全然な,なんかそこは自信ないんですけど、まあ、みんなでこう盛り上がってて面白かったんですけど。<ー>であのー それが終わったら、その一緒にこう,こう組んだ人が、いや、こういうこう、もうなんか、雑コバンド全然組めるよね、みたいなのって <laughs> あの、<laughs> 雑コバンドってなんだろうみたいな。<laughs> どういうことって、はい、いや、なんか、全、で、なんか、全座っていうのがもう、あの、その、本、本来のバンドよりも、ちょっと下手な方が、下手な方が、あの、光るじゃん、みたいな。だから、雑魚の方が、本当に全座としていいんだよ。話してて。うん あー確かにそうだねみたいな。うん、でその話した人が「ちょっと待ってね」みたいに言ったらあのその誕生会の人そのバン,ドバンドやってる人そでかそのバンドのリーダーなんですけど、うん、そのなんか、はい、彼の本意ってしばらくしたらなんかそのお待ちが戻ってきて「いやなんかあの次のライブ全座やっていいよ」って言ってから言ってくれたからもうバンド組もうぜって。 え <laughs> みたいなそう。ザコバンドって名前で行こうみたいな。えー、な決まったのそれ。いや、もう決まったっていう。え、もともとその前座でやってる人たちはさ。うん。どうするのいや、わかんない。そこは聞いてない。ただただ前座をやっていよって,って。その人たちとはメンバーが違うの。メンバーが違うね。うん。あ、違う、ね。全違う前座。前座の前座とか。今回の <laughs> 今回のその誕生日会の前座をしてくれた人たちとはまた別の人たちとするのね。うん、そのギターの人とかベースの人とかも違。あそ,うそ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 う、違う,違う人。そう。じゃあその違う人たちが遊びで弾いてたところで、うん、アレックスさんがチェリーを歌ったということね。あ、そう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 。で、なんか、そ,ことそう。で<ー>な、なぜかその人がなんかや,やりたかったみたいで、なんかどういう経緯でこう聞こうと思ったか全然わかんないけど、うん ノリでなんかいろいろこう、あのー、みんなでふざけたらなんかガチになって <laughs> へえ<ー>そうそんなにいたんだねだから楽器ができる人はねその場にうんそうなんだろうねそんなに多くはなかったんですけどそのバンドまあ一つのバンドに月なんか45人だったんですけどだからその89人かなあのー、以外にあとなんかもう一人 がドラムで、きてでもう一人がギターできてみたいな。で、その二人とあの、に加えて、もう一人のボーカルと僕で、なんか4人でそのスピッツやってて。はい。だからまあ、ギター、ドラムとボーカル二人みたいな。ーベースがいないのね。ベースはいなかったですね。で、まあまあ、一緒みたいなどう。どうだろうね。どう,どうだろうね。マレックさんがやったら。<laughs> おー どあのライブが4月なんですけど大丈夫ですかねスポーまで,できるから <laughs>。まあ、やる曲、演奏する曲にもよるでしょうね。うん。まあ。できなくはないんじゃないその曲数とシンプルなね。うん。曲目と曲数次第かなと。うん、そうですよね。まあ。うん、あとはもう、<何>アレックスさんがベースに向いてるか向いてないかの。まあ、そかな。んですよね、うん。 まあ、とりあえず、あのーまあ、ベ,ースベースなしにボーカル2人、ギター1人、ドラム一人。でもそれすることは決まったのね。決まったらしい。<laughs> 3月に。4月4月。4月,4月に。そうそうそう。ま決まったらしい。そう。まあ、でな、なんかちゃんとこうあの、まあ、ザコバンドだから3月まではもう練習なし。うん あのみ,みんなで、そこまでももう個人,個人で練習して、で、3月は2回だけやってやろうみたいな。うん、合わせるってことね。そう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 。そうっていう、あの。え、だってえ、もうすでに決まってるの何を歌うかって。一応決まってる、あの、ああそう一応そうなんか3曲の流れでなんか盛り上げていこうみたいな。う<何>さん。全部歌えるの 一つだけ、なんかちち、ちゃんとは聞いたことあって、だからその他の二つは今からひたすら聞いてる。何と何と何なのえっとね、あの、最,最初は、うん、えっと、え、言っていいのかなえそなんか、まだ、まあ、いいか。あの、だってこれ、あれでしょう、みんな聞いてないみんな聞いてないとは、はず、はず。 うん、聞いてたら、なんかそこはちょっとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、うん、まあまあ、聞いてないこと、前提でう話すと、うんうんい、なんか誰か聞いたらもうちょっと今、もうあの、あと1分ぐらいスキップして,て <laughs>、うんね。それで。もうわかるよ。うん、そういオッ OK。まずは、えっと、オレンジレンジのロコモーション。おぉ<ー>。今日な,なんか、初めて聞いたんですけど、聞いたらなんか、あ、 なんか盛り上がりそうなんだけど、ちょっと、うどう歌えばいいかわかんない。なんか <laughs>、ちょっとむずいなと思ってて。まあ、<は>の,のり、乗り、乗りでやる感じなのかなと思ったんだけど。大丈夫だと思う、それは。あ大丈夫か。うん、なんか、英語っぽくしたら面白いかもしれないなと思って。いや、もともとあれ洋楽でしょ。あ洋楽、よえ洋楽かんはのは、ずだよえ。え、洋楽から日本語になったら 洋楽、まあ、日本語になったっていうか、メロディーがまあ全く一緒ですよね。あ、そうなんだ。うん、え英語え、ロコモーションっていう英語の曲あるロコモーションっていう英語の曲はないと思う。もともとの原曲は別のタイトルであるはず。えー、知らなかった。どうしよ,うよ。<laughs> そうなんだ <laughs>、えー。まあ、それが1曲目で,で、2曲目は、えっと、ワニマのやってみよう。

いつ出たのこれ。ワニマ自体が多分、今、そのやってみようっていう、めっちゃ最近やってみようっていう歌自体が。あ、そっか。小学生とかでも知ってるんじゃないあ、そうなんだそれこそ、運動会とかで何かしてますよ、その曲へあ、そかかっか。なんか、2018年だね。あ、そっか。最近なんや。うん。あ、なるしなかったまあ。 まあ普通に知らなかっただけっていうことで。結構有名なんじゃないかな。うん、私は知らなかったんだけど。うん、あ、そうなんだ。はい。まあ、そうです、ね。みんながなんか。その曲はね、割と有名だと思いますよ。のうん、その、若い世代を中心にね。うん、はいはいはい。うん。<laughs> まあ、それが2曲目で。で、3曲目は、はい、まあ、自分、まあ、唯一知ってたやつなんですけど。あので い一番有名なのか分かんないですけど、まあ、最近ではあるんで、えっ、ー、と、さよなら、えっ、ー、と、エレジー。おああの、この人の名前なんだっけえっ、ー、と、菅田将暉の。はあ<ー>そう、で終わるみたいな。で、それはしてたから。それだけしてたのそれだけはしてて、それだけ,知っ、ね、れだけはしてて、はいはい、あの全然カラオケとかでもいけるから、歌詞を覚えるだけっていう。 あだからそれは良かったんですけどそうそれ以外はあそうだね歌詞を覚えないといけないからね、うん、そうそこは結構むずいな, <laughs> なんか知らない2つの曲をまあ一応3か月ぐらいあるからまあいいけど、うん、あの完全に覚えないといけないんでそうだねまあどちらもそんなに難しい歌詞ではないけどね、うん、そうだね まあ見た感じは全然、あの、なんだろうね、時間の問題だけっていうか、もう、ちゃんと練習すれば、まあ、も、ね、のすく得かなと思ってた、持から。なんか割と早口な箇所があるので、そうだよね、ととうそうだよね、そこがちゃんとできればいいんじゃないまあ、紙、ほん 結構カビカビだからずっとだからそれだけ、ね、そうそこでなんかちょっとうやむやにしちゃうとちょっとねってなるけどそ,うだよ、ね、そこがちゃんとできればねああうんまあまあっていうあのー、なんか急に<ー>急に <laughs> な,んかなったことで、あのー、あその人がどうしてもやりたかったんだろうね まあ,あの音楽好きが多かったんで、うん、でみんな普通に楽しかったから、あの、いやいやいやみたいな、いや、やめようみたいなは、もう全然なくして、あの、やっちゃおうかみたいなっていう、こう、ノリでみんな、いたから。え、その、まあ誕生会、誕生日会の人うん。のバンドは何なのプロなの、うん、いや、プロっていう、まあ、まあ、ちゃんとライブやったりな、まあ、なんか、 ちっちゃいライブでやったりとか、あの、イベントで出たりとか、あの、ー数年ずっとやってて、まあ、えー、まあ、ちゃんとしたバンドではあるんですけど、すごい有名っていうわけではないですけど、普通にか、なんそその人たちの前座をやるのねそう。あ、そう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 。だから、なんだろうね、だいたい、そのイベントに来る人数は、まあ、うん、なんだろうね、多くて、うん、多くて80、 人とか六六十人七十人かなんかそこら辺のラ,、うん、ライブハウスとかですもんね。あ、そうそうそう、そういう感じの。へ<ー>だからまあ、なんだろうね、うもう気楽でいこうかなと思いながら、なんかいい、うん、こう、なんだろうね、頑張る、なんだろう、ね、ちゃんと締め,切りが締め切りがあるから、あのこう、うん、目標がちゃんとこう目の前に,いるにあるっていうか、頑張れるなっていう。 そうだね、まあちゃんとしないとねあ,あそ,そう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 そ,うそこはちゃんと、ね、急に出てきてさえこの人何みたいな話になっちゃうとねそれはねそう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 でなんかあの携帯持ちながら歌詞を読んだりとかもできないしそう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 だからそこはもうちゃんと事前にいろいろ練習しないといけないのと <laughs> なんか急にそ,その歌詞忘れちゃったりとか音程全然合わなかったりとかも。 あったら、まあ、うん、あの、なんかネタじゃ,なじ,ゃないじゃなければ普通にミスったんだったら、もう、あの、もう、当日ね、うん、緊張しすぎてっていうのはなくはないと思うんだけど、それ,ねうん、それは。うん、まあ、それはね、ねまあ一応なんか準備した上での失敗だからね。まあ、それが許されるか許されないか別として。<laughs> そうだよね。そうだよね。うんうん、まあ、っていう。 わけわかんないことになったんで、まあ僕は楽しみすそう。すごいね、それは。<laughs> ね、ちょっと。急に決まるんだね、そうなのね。ね、いやほんでもう一瞬、もうほんでもうんか歌って、で、2、3分も経たないで、急にその友達が戻ってきて、いや全然やるよみたいな。いや、でも曲の途中じゃん。いいやいやあ歌っ 歌い終わってからね。途中じゃない。歌い終わってからね。終わってから、ちょっと話して、急に友達が離れて、すぐ戻ってやるよみたいな。えー、なんかすごい。人は何かしたかったんでしょうね、じゃあ。うん。そう何か理由をつけて、理由をつけてやりたかったんでしょうね、うん、それをどうしても。ねあ、まあ。いいことだと思いますけどね。まあ、ああいうタイミングだからね、ね結局。 そうだね。あうん。だってバンドなんてね、自分一人じゃなんともできないじゃないですか。うんうん。もちろん。そうだね。ねなんか、ね、シングルスアーティストで、なんか、なかなか。いやいやいや、そもそもバンド自体が一つの楽器じゃ成立しないじゃん。まあそうだね。バンドっていうね、そう,そうだよね。音楽やるっていうよりもそのバンドがそうだね。そう。っていう意味でね。うん。 募集するにも難しいしそうだよねなかなか、うん、あの会う人を見つけるのって、うん、難しいからそうしかもなんか募集ってやっちゃうとさ、うん、気軽さがちょっとなくなるじゃんね確かに確かに募集をかけてくる人たちってえじゃあこれ何をどうするの <laughs> みたいな話になった時に別にそこまでっていう人たちが来ないじゃないですか <laughs> ーうーん 確かに、確かに、募集の時点で全部変わるんだよね、その雰囲気が。うん、でしょう。なるほどね。ってなると、意外と難しいんだよね。ああ、確かに、じゃあ結構。きっかけも特にないじゃん。うん、うん。そう、なんか、夢になろうみたいなのはないし、普通になんか、楽しく、そうそう、それにかね普通にこうやって会話しててさ、あ、ギターできるんだ、へえ、うん、ンでやろうかってならないじゃん。ならない、ならない、絶対。<laughs> <laughs> ならないじゃん。<laughs> まあだからその人にとっては一番いいタイミングだったんでしょうねそれがそうだねでみんなが,んな,がなんとなくこうんとなく決めちゃってもうそこまでね話をつけ,、うん、つけるところにね大きさを感じるよね,ね,ねいやでも嫌いじゃないしまああのなんだろうね自分のその、まあ、今年はどういうものにしたかったかに うん、によって、まあ、結構、まあ、いろんな人とつながる新しいものをこう挑戦するっていう,こうイメージでなんか深掘りするっていうのに結構当てはまることなんで、うん、まあこれを機にちょっとこう,う、ね、歌唱力を <laughs> まあどっちにしてもねてカラオケに関してはね、うん、熱を持ってやってましたから、ね、そうだねそうだね、うん、でちょうどなんか 下がってたんじゃなくじゃないんだけど、なんか、まあ、前、去年と同じだったんで、そのカルオケに行って、あまりこう、うん、変わってね、変わってなかったんで、なんか課題曲はどうのこうのみたいな、特になかったんですけど、急に、課題曲急に課題曲3つ与えられて。課題曲3つ与えられて。いやー。 いうね、4月って言ったよね。4月はね。うん、まあじゃあ3ヶ月あれば大丈夫でしょう。まあ、1ヶ月、1曲1ヶ月みたいなって考えたら全然。<laughs> 3曲ともいけると思うよ。いけるかなあいやまあ、その、1曲はもうほぼその大丈夫かなと思うんだけど、それ以外の2つはもう、うん、なんか、 ここ数日、その3つの曲しか聞いてなくて、ずっとループで、どこ行ってもずっとロコモーションやってみよう、さよならエレジっていう子も、ずっとループで聞いてるから、なんか頭が狂いするなだけだけど、はい。うん。っていう。一回離れる、一回離れてもいいと思うよ。いや、もう、その記憶の定着を待った方がいいと思いますよ、一時的に。毎日聞いてるとそれが普通になっちゃうから。 あそうだよ。そうだよ。ずっとそればっかり聞いてると、それ聞いてないと分かんないってなっちゃうから。ああ、なるほどね。間を空けて、もう一回聞くなりして、はい,はい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 。やんないと、その、それこそ、何、アニメとか映画を見て、うん。日本語が分かったような気になる人と一緒で、あ<ー>あ。前、いつも聞いてるから、ああ、もう分かるでしょ、分かるでしょっていうふうに勘違いを起こすんだけど、聞いてない状態で、はいはいはい うん、全く思い出せないとかって普通にあるから。なるほどね。なるほどね、うん。で、だから実際自分がその音楽、原曲を聴かないで、うん、歌えるから歌ってみて。<ー>で、抜けてるところがあったら確認するとか、そういう方が効率はいいと思う。なるほどね。確かにもう。どこを覚えてるか、どこを覚えてないかわからないじゃないですか。うーんで、100%覚えたような気になってると、<laughs> 意外と 抜けてたりす,るんですようん確かにね順番間違えたりね歌詞のうんうん,なんか言葉ちょっとだけこう書いちゃったりとかそうあの B メロが A メロに来ちゃったりとか、うん、は,はい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 は,い、はい、はあると思ううん気をつけようまあその知らなかった2つの曲はもうリズムさえ分かんなかったんで、うん、そこはちょっとこう なんとなくこう分かるように、うん、あのとりあえずは聴いてみようと思うんですけど、うんまあ、知ってた曲はもう,う、ね、とりあえず、うん、歌詞かなっていう実際あとは正直、うん、正直なとこ、うん、雰囲気ですからねその4月に <laughs> だってねライブハウスに立ったことはないじゃないですか、うん、ないねないね、うん、カラオケとは違いますからねいや全然もうあの先日のその ステージだったから、なんかそれっぽいこう、うん、セットアップだったんですけど、やっぱ全然違って、なんか自分の声もあんまり聞こえないっていう、うん、そう,そう,そう,そう音響も違いますからねそ<う>、はい。それも違うし、うやっぱりだから、ライブハウスの大きさにもよりますけど、うん、またそれも違いますし、お客さんとどのぐらいの距離かっていうのも。ああ、はい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 、はい。 ね、かなり近くにいる場合もあるからね。うん、あそっか。場所によってはね。なんかもう、震えられるぐらいのこう。そう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 。っていうところもあるし、そうじゃないところもあるから、うん、なかなかね。で、実際さ、前座とかってなると、うんね、前座を見に来てる人はいないわけじゃないですか。いないね。 なから最初はそういう人たちの、うん、そういう人たちの視線との戦いもあるからね <laughs> アレクさん一番前に立たなきゃいけないから <laughs> 確かに確かにそこは、うんうん、まあな,なんだろうねあのあ外国人だっていうこう興味を持ってもらえるならなんかそこは使えるのかなっていう <laughs> 何が出んだそっち側よりもだからまあ見る方は楽ですよ見てるだけですから そうだよね。反応しなくてもいいし。ある方は、だから、うん、ねいろんな気持ちが出てくると思いますよ。そうだよね。いや、なんか、うん、まあ、全座、全ならではの、こう、みんなが冷めてる状態から,も態からも盛,り上げ盛り上がってる状態にしないといけない役割も果たさないといけないし。そうそう、そ,うそ,うそ,うそれもあるよね。だから、ただただ歌うんじゃなくて、なんかみんなが盛り上がるように、こう、うん、なんだろうね。 かといって空回りしてもダメなわけじゃない。うん。そうそう。自分たちだけで盛り上がって、結局お客さんは別にみたいな、この人たちっていう雰囲気だけ残して、うん、<laughs> 次につなぐっていうのもおかしいじゃないですか。うん、ね、うん。結構難しいよね。そう、ね、一番怖いのは、<laughs> うん、その雰囲気っていうか、うん、その場の空気感に飲まれてしまって、うん。 歌詞が飛ぶとかねははははいいいいなんだったっけみたいな感じでぐだぐだになっちゃったりとかすると<う>さらに鋭い視線が来るわけだからうう、ね、そうだよね,そう,だよねそうそうでそれこそさ <laughs> 子供のピアノ発表会とかもまあ緊張はすると思いますけどうん、うん、まあ見てる人たちお母さんお父さんじゃないですかだからまあまあまあみたいなね, <laughs> ねその甘えた空気出すじゃんでもライブハウスとかってさ 結構本当に音楽好きな人しか行かないから。うん。まあそうね、ちゃんとやまあ一応その観客はの大半はまあ一応そのなんだろうね、そのライブやってる人の友達のはずなので、そこはまあちょっとこう甘え,、うん、甘えられるかもしれないですけど。見ないでしょ。うん、それは見ないでしょって向こうも音楽の。<laughs> セミプロとかね、プロとかがいるわけですから。そうですよね。うはあ、まあ。いいね、あのこんなもんかって思う人いるでしょうけどね。うううまあ、ザコバンドっていう名前だし、ね、いや、そこに逃げちゃダメだよ。<laughs> そこに逃げちゃダメだよ。逃げたいですよね。そ逃げようとしてる。そのステージに、ね、<う>ステージに立つ以上はね。<laughs> その、そういった逃げは許されないです。 ちゃんと向かえないとそうそう思って思舞台に立つっていうことはねうんうんまあそこはやらないとそこはちゃんとやるつもりなので準備を怠らないそれで失敗したらもうしょうがないよそうそうねそこはもうあのんだろうねあの頑張って 頑張ったら全然もうどんな結果になってもいいと思う、自分は。もう、人、人生体験として全然良かったんですけど、えかったっ。やりきればいいんだよ。よ頑張るっていうか、やりきればいいんだよ。うん。最後までね。もう、自分の中でこう、うん、振り切るっていうかさ。うんうんうん。後悔なしにね。もう少し頑張る、いけた、いけたなとかはなしに。もでも、後悔なんてない。後悔なんてないよっていうぐらい、もう、うん。うん。 全局ねねそうだ、ねうん、やってしまえば、まあ、自分としては100%っていうか納得するじゃん。<laughs> うんうん、よしって、まあ。そんなもんかっていうね。できたっていう感じが出せればいいんじゃないそれが自分の中で <laughs> まあ一番こう、まあ、目的かなと思うんですけど目標かなと思うんですけど、うん、楽しかった。うん はしかったと思うよ、それでいいから。その感情がまあ一番だろうね。うん、そうですね。う,うわーって感じで終わるじゃん。<laughs> <laughs> それ一番ちょっと後悔するかもしれないですね。そうだね、もう電車、<う>電車が大変なことあるじゃない。ああ<ー>、<う>また絶望するのか。もう帰りの電車でもずっと下向いてんじゃん。<laughs> <laughs> もう多分、もう寝そべってると思う。<laughs> <laughs> え、それはさ。 その演奏するときね、うん、4月に、うんうん、お客さんに喋りかけたりしないといけないの、アレックスさんが。ああ、その、ステージに立ってみんな、に喋るみたいな。あそこは決まってない、まだ、その企画と、なんか、その全然決まってないんで、多分3月ぐらいに、その、衣装とか、何,んか何を。うん、逆にそっちのが緊張しそうじゃない それは絶対にあ、あ、のあ,あ,あ,ありがとうございますい。最初のあいさつは準備して、ね、お先に失礼します事件。最大ですよ。うわはしないかな、はい。うわそうだね。まあそこも兼ねてね、あの、3月に決まる予定なんですけど、そうだね。あの、早くや,やればいいじゃんって言われたら、ちょっと待ってください歌。歌よりも挨拶の方がなんか怖い気がする。 うんうん、逆にあいさトにさ 100%120% の準備をしてさこけ <laughs> るっていううわーいやもうなんか問題になりそうなところはお多すぎてね、うん、挨拶はね、うん、緊張しすぎるからね <laughs> そのリハーサルのしすぎでさ疲れるって感じだね、うんうん、いやもう絶対自分じゃないんですよ <laughs> 挨拶する人 なんかどんなにこう、ワンツーワンとかだったら、<laughs> あのまあ、噛むんですけど、そんなに緊張はしないんですよ。で、なぜか,かステージに立ってると、真っ白、毎、まあ、回。どんなに用意しても,も、真っ白になっちゃうから。<ー>うん、それあると思うよ。うん。まあ、でも歌だったら全然いいんですけど、ねうん、なんかまた別なんですけど。ねその雰囲気、空気感がね。 うん。うん、どうなるだろうね。ねあまあ、まあ、あの、まあ、近づいたら、また、報告はする予定なんですけど。そうだね,、うん <laughs> ねそ。そこそこ先だからね。<laughs> そこそこね。そこそこ先の。全然こう、いろいろ変わる可能性はあるんですけど。そうなの。やっぱりなしではないでしょ。やっぱりなしは、まあ、それはない。とは信じたいですけど、そ,そうですねそう。そこ逃げちゃだめです。<laughs>